果たしてその威勢本物か見せてもらおうか。無限大闇こそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ、お前の口車には乗らねえ。射線主義拳。柱間に比べれば脆弱そのもの。これを相手にするにはまだ足りん。やつに近いものを感じる。だがそれでも俺には届かない。お前は柱間ではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。さあぶっ飛ばす。ゾンビ相手に手加減はしねえ。美獣惑星螺旋手裏剣。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ。おう。一気に先のために。
お前が人にとっての害になるのなら、私はそれを排除するだけだ。やってみよう。ナルト、向こうの方が強いんだ。まだらは強い。でもなんとかビーノおっちゃんと二人で止める。違う。さっさとオリトを倒して、向こうの火星に向かって。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。さすが借り物の目。デッキが剥がれるのも時間の問題だ。わかっているさ。終わるまで持ってくれればそれでいい。今度はひとときだけでもオビトを止めれば、それが10秒止めるチャンスになる。詰める。ああ、あれは復活する前にチリチリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ、終わったのか。この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが準備だ。Thank you.